それでは続きまして1月28日火曜日中5面一時停止率全国最下位の記事です。三重県警は27日昨年12月に県内36カ所で調査した信号機のない横断歩道の車の一時停止率を発表しました。停止率が最高の横断歩道で 49%、 最低は 5.5%、 各地の停止率の平均率は 20.7%。 日本自動車連盟が昨年実施した調査の一時停止率は 3.4% で全国最下位となり、対策の一環として県警独自の調査を行いました。調査は JAF の調査方法に準じて実施、ただ JAF の調査は調査地点が県内2カ所にとどまりました。県警の調査は調査地点の母数を増やした結果、停止率の平均率が上昇した格好となります。三重県警交通企画課次長は約8割の車が止まらなかった結果は重い、対策を検討し取り締まりと広報啓発を強化するとコメントしました。昨年の JAF の調査で三重県内の車の一時停止率 3.4% と全国最下位を記録したことを受けて、県警が範囲を拡大して独自で調査を行ったという記事です。実は一昨年まで栃木県や広島県も最下位を争うほどの一時停止率の低さでした。しかしこの両県は見事改善して最下位を脱しています。取締りや街頭指導を強化するとともに、県内小中学生に向けては一時停止した車にお礼を言うように指導すると改善の兆しが見えたそうです。各県で取り組めることに大きな差はないように感じます。三重県もこういった有効事例を参考にして改善を積み重ねていってほしいです。横断歩道で歩行者を優先する一時停止はマナーではなく法律で決められたルールと私は講習所で習いました。私自身も運転するときは気をつけたいと思います。